こんにちは、タカさんです。今回の動画は栗原美弥さんの虐待死と千葉県の児童福祉公務員、児童福祉公務員というのは児童相談所の職員および千葉県の健康福祉部児童家庭課に所属する児童福祉の公務員のことですけども、その悪質な隠蔽の事実を解説していきたいと思います。この栗原美弥さんの、虐待死以降ですね、千葉県はどういう隠蔽をしてきたのかということが、この、2020年6月5日の記事で明らかになりました。この記事見ていただければわかるんですけども、2020年1月に市原市の乳児の死亡事件が起こりました。この際に千葉県と市原市が隠蔽をしていたわけですね。で、報道各社から猛烈な抗議が来たわけです。それに対してこの千葉県児童家庭課は、県の個人情報保護条例に基づいて、隠蔽しているというふうに言ったわけです。まあ、隠蔽というよりね、まあ、県の個人情報保護条例を理由にして、拒否したわけですね。事実上の隠蔽をしたわけです。はい、これに関して、この記事を見ていただければわかるんですけども、新潟大学の鈴木正智教授、これは情報法の法学者さんです。この個人情報保護条例の、まあ、あの法的、そういったあの有識者、そういった方、専門家、そういった方が、これは千葉県の言っている県の個人情報保護条例を法的根拠にして答えないというのは法的根拠がない、県の対応、千葉県の対応、千葉県の児童福祉の公務員たちの対応、児童相談所や児童家庭課の職員の対応、すべてデタラメであるということですね。はい、デタラメだとということですね。で、さらにこれは、悪質な隠蔽ということですね。悪質な隠蔽、千葉県のやっていること、千葉県の児童福祉公務員がやっていることは悪質な隠蔽だということです。まあ、これ違法行為に当たるわけですよ、当然。これあの、まあ、報道各社がこう聞いてるわけですから、正当な権利行使をしているわけで、それを妨害してるわけですね。義務なきことを行わしめたり、権利の行使を妨害、まさしく刑法193条の条文に合致することを千葉県の児童福祉公務員が行っている。児童相談所や児童家庭課にいるような千葉県の公務員が行っていたと。当たり前のように行っていたからここで出てきたわけですね。はい。で、こういったデタラメな状況、さらにですね、その次の週、2020年6月9日の記事、これ見ていただければわかるんですけども、今度は小木曽博教授が登場します。実はこの小木曽博教授はこの栗原美弥さんの死亡事件のこの、第三者検証委員会の副委員長だった方です。ここで県の、児童相談所、柏児童相談所の不手際、職員の不手際、責任の取るべき所長の無責任さ、そういったところを散々指摘したわけです。はい、にもかかわらずこういったことをやっていたということですよね。はい、これは小木曽博教授によれば、これ県が担う公開性への、責任は別問題だと。この県個人情報保護条例、まあ、小木曽博教授もこれ違法行為だということを認めているわけですね。はい、でさらにですね、この、栗原美弥さんの時には県が情報を出しすぎたと、この千葉県児童福祉公務員、児童相談所の職員や児童家庭課の職員、こういった千葉県の公務員、児童福祉の公務員がこの栗原美弥さんの虐待死の時に情報を出しすぎたと内部で言ってたことが発覚したわけですね。で、これ当然大木曽博教授はこれ出して当然だと、これ否定ですね。出しすぎたとこう言ってること、県が言ってること自体否定です。もうそういった意味でもかなりひどい悪質な隠蔽なんですけども、これね、
さらに市原市の件でこの千葉県は小木曽博史教授によりますと、以前より堅くなに情報を出さずに隠蔽しようとする逆向きの動き、つまりこの第三者委員会で、この検証委員会でいかにも千葉県の児童福祉公務員、児童相談所所長や児童家庭課の幹部、そういった方たちが反省したかのように言っていたのは嘘だったと、以前より逆に堅くなに情報を出さずに隠蔽しようと逆向きのことをしていたと、反省ではなく隠蔽強化に走っていたと、ね、反省は嘘だったというような証明ができたわけです。ここでいかに千葉県の児童福祉の公務員たちが嘘で塗り固めてでたらめなことをして、それを堅くなに隠蔽して、そうしてこうやって法学者からも法的根拠がないでたらめと、でたらめな理由でしかこの情報を出さない理由を言えない、日頃から隠蔽をしている、実際に隠蔽だらけ、私たちが調査する限りその言えない理由、答えられない理由を法的根拠を答えてもでたらめな理由か、こういった間違った法の使い方、そういったことしか言わないわけですから、完全に、正当な権利行使を妨害してますので刑法193条に当たります。こういったことを日常的にやってきてまだ続けています。それを多賀さんは今後追及していきたいと思います。その証拠が取れると思います。以前と同様、こういった県個人情報保護条例を悪用するか、理由を言わないか、法的根拠を示さないか、そのどれかでこの刑法193条に当たる正当な行為を妨害して隠蔽を強化している証拠をつかみたいと思います。千葉県の児童福祉の公務員、児童相談所職員、つまり児童家庭課の職員です。この人たちは移動で、どちらにも行き来しますから同じ方々です。こういった方々が悪質な隠蔽をしているという事実がこの通り新聞記事で書かれている通り行われたんです。これは議会でも話をされた内容です。この通り全く反省せず嘘で塗り固められているこの児童福祉行政、税金をドブに捨てているのと一緒です。その使い道を全て隠蔽できるわけですから、インチキなお金の使い方をしても隠蔽できるわけですよ。全部公開しない、細かな使途、そういったものは説明しない、絶対に児童相談所の内部は知られない、そういった姿勢が見られます。実際私たち、子どもの福祉を考える団体がですね、保護者との、面談の同席に誓約書、もうそういった個人情報保護の誓約書を書いてでもいいから同席させてくれというのに対して同席させません。これは後ろめたいことがあるからですよね。隠蔽したいことが山ほどあるからですよね。実際面談の録音を取っていただくと、出るわ出るわ、ひどい面談の対応、これが悪質な隠蔽の事実です。児童相談所の面談の内容は外に出せないような手法を使っている、保護者に対して不適切な対応をしている職員だらけ、しかもそのマニュアルは幹部職員らが昔作ったようなものをそのまま教えているような状況、つまり組織ぐるみでの隠蔽、特に管理職らによる隠蔽、逆に、現場の児童福祉士は被害者なんですよ。要はパワハラと同じわけですよ。こういった違法行為を上司によって、押し付けられている状態になっている、これでは頑張っている現場の職員が救われません。現場の頑張っている児童福祉士さんを救うためにも、こういった隠蔽をする管理職をきっちりと糾弾していく必要があります。多賀さんはこれをやっていきます。それではこれからの多賀さんの活躍に期待ください。親子断絶をぶっ壊す。